はいどうも皆さんこんにちは。本日もルーンファクトリー5やっていきたいと思っております。で今日なんだけど、今からルーシーに告白しに行きたいと思っております。唐突ですが。で告白の条件なんだけど、恋愛イベントをすべて見て、なおかつハートが7以上の場合は告白することができるんですよね。ですので今からチャレンジしていきたいと思っているわけなんですが、これねコメント欄を見たところ、どうやらね失敗する時があるみたいなんですよ。条件をしっかりと達成していてもなぜかよくわからないけど失敗するみたいなので、まあ、成功するかどうかわかりませんが、まあ、そこはね運に任せて、今からね突撃、隣の晩御飯のごとく突撃したいと思います。で場所なんだけど、リグバース診療所ですね。お、来たールーシー来たー。これ多分雑貨に行くのかな。うわー、ちょっと待って、お前そっち行くのか。え、これどうすかね。もう心配させないでよ。忘れられちゃったかと思ったんだから。あ、これやばいやつ大丈夫。あー、なるほどね、そう来たか。社畜くん、次は絶対抜けがけ禁止だからね。あ、なんか嫌な予感するな。これもしかして失敗するか。しばらく話しなかったからな。何こそこそしてるの。いやー、ちょっとバレてるか。あー、バレてますかね。あ、なるほどね。プレシラに手紙を渡しに行くのか。なるほど、なるほど。ちょっと動揺してるわ。いや、緊張するね。初の告白。これいけるか?そして交換日記みたいに手紙を交換してるって言わなかったっけ?いや、知らない、知らない。その初めて聞いたわ。いつの話や。何?その興味津々な顔。絶対に中身の話はしないから諦めてよね。はい。ってことで、ちょっと今から告白しましょうか。いやー、けどね、失敗するとかあるんですね。僕ね、牧場物語もやってるんですが、失敗することって基本的にはないんですよ。条件をしっかりと満たしていたら、失敗することってないんですけど、このゲームね、失敗する可能性があるみたいだから、めちゃくちゃ緊張するな。まあ逆に言うと、醍醐味があるって言い方もできますが、最大の問題点でもありますよね。これ、間違いなく、最大の問題点でしょ。で、失敗するとどうなるかというと、なんかね、もう一段階ハートを上げないといけないみたいなんですよ。要するに、好感度をワンランクアップさせないといけないんですよね。まあ、そんなに時間はかからないんだけど、結構めんどくさいよな、そう考えると。だからできればね、一発でどうにかしたいんだけど、これいけるか?さあやっちゃおうぜ。最大の問題点。告白シーン。わひゃ!びっくりした!君か、これからプレシラに手紙を渡しに行くの。おい、そのくだりさ、さっきやったぞ。さっきやった。で、ここで多分好きですでいいんだよね。まあ、選択肢は特に変わってないけど、これ大丈夫か?なんか失敗そうな感じする、これ。もう失敗したらさ、その場でもう終わるわ。今日のパート。マジで。いける?ちょっと待って、これ。マジで言ってんの?嘘だろ。マジで言ってんの?ちょっと、待って、ルーシー。ちょっと待って。お前早いよ。走るの早。ごめんね、マーティン。また今度。おわ、あいつ追いかけろ。くそー、マジかよ。本当に言ってんのか。早すぎる。で、これさ、仲間に、しましょうか。あ、お前大丈夫な?なんか急いでなかった?あ、ついてくるの?もうどっちやねん、もう。このゲームよくわからへんわ。はい、ってことで、ちょっとね、寝ましょうか。寝ると、このゲーム好感度が上がるので、今からね、寝まくりたいと思います。はい。で、あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも、ルーンファクトリー5の動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。おそらくね、ルーンファクトリーをやってる方であれば、チャンネル登録しといて損はないと思うので、気軽に登録していただければ幸いですね。よろしくお願いします。ってことで寝ましょうか。で、寝て、起きてを繰り返すと、好感度が上がっていくので、で、そのうち告白成功するんじゃないかな。ルーシー58になってますね。結構大変だな、これ。で、シナリオも一応見てみるけど、大丈夫だな。ヒナの創作に変わってるわ。一応ね、ルーシーの恋愛イベントは、前回の動画で、2回ちゃんとクリアしてるから、多分もうないんですよ。で、あとは告白するだけだったんだけど、ちょっとあれだな、もしかすると、しばらく話しかけてないと、ダメなのかもしれませんね、これ。あ、だから、ちょっと待って、寝るだけじゃなくて、こうやって、適度に話しかけていかないとダメか。
寝て喋りかけて、寝て喋りかけて、それを繰り返していきましょうか。で、8になったら、また、告白するみたいな。で、それでもし失敗したら、9まで上げないといけないのか。結構大変だな。で、今なんぼだ？多分5ぐらい上がってくのか。はいはいはい、わかりました。ってことで、あと寸地寝ましょうか。で、2日寝て、1回話しかけて、2日寝て、1回話しかけてみたいな。多分それで、やってたら、そのうちね、告白成功するんじゃないかなと思ってます。てかさ、寝るだけで好感度上がるって意味がわからなくない？どういうことや。で、話しかけましょうか。あ、これ2日に1回じゃなくて、3回に1回でもいいんかな？どうなんだろう。多分適度に話しかけないと、話しかけてよって怒られると思うので、適度に話しかけていきましょう。もはやこれ何のゲームしてるかわからないな。寝るだけで好感度上がるって意味わからなさすぎでしょ。まあ、プレゼント作戦でもいいんだけどさ、正直ね、一番効率いいのは、寝て起きて寝て起きて、これをね、繰り返すことですよ。これだけで好感度がどんどん上がっていくので、ひたすらね、これで好感度上げていきましょう。このゲームすごいな。寝るだけで好感度上がるって。そう思うとさ、牧場物語オリーブタウンと希望の大地結構めんどくさかったな。あれ結構めんどくさかったからね。まあ、好物上げてたら、比較的好感度上がりやすいんだけど、それでもね、寝て起きて話しかけて寝て起きて話しかけてを繰り返さないといけないから、しかもね、住民って町エリアにいるからさ、エリア移動も時間かかるので、結構めんどくさかった記憶がありますね。はい。ってことで、お！あとちょっと。ってことで、あと2、3回寝たらこれいけますかね。寝て告白するって意味わからなすぎやろ、このゲーム。どういうゲームなんだ。で、多分次でこれ行くかな？どうなんだろう。8行ってたら嬉しいな。けどまあ3回目では多分確実に行けると思うんで。さあちょっと好感度見ていきましょうか。さあ8になってるかな？ 8 になっていませんでした。95% でした。ってことでもう一回寝ましょうか。で、これで多分ね、ちょうど好感度が8になってると思うんで、多分これで行けるんじゃないかな。はい。なんかね、今日の動画は、寝て起きて寝て起きて、そして告白してみたいな、そういった動画になってますが、あれ？ちょっと待って、好感度上がりにくくなってる。あー、けどやっぱりあれなのか、好感度が上がってくると、上昇するゲージも少なくなるんですね。ってことで、あ、8になってた。よかったよかった。ってことで行きましょうか。大丈夫これ。え、大丈夫？あ、そっか！連れて歩いてるとダメなのかこれ。一回解散しないといけないんだ。え、どうしようこれ。動かないで、ここで別れる、ここで別れましょうか。で、別れて、で、またあれか、リグバース診療所の前で待機して、で、開いたら告白みたいな感じかな。で、それでもし失敗したら、また9になるまで、これを繰り返すみたいな感じか。いやー、けど動画的に尺が長くなってしまうので、あれですね。もしこれで失敗したら、ちょっと打ち切りかな。今日の動画では。多分次回の動画では成功してると思うんで。くそー。いや、告白ってさ、難しいね。聞いてたけどさ、結構運ゲー要素があるから。気まぐれですね。あ、中に入ることできる。あ、この時間でもリグバース診療所って入ることできるんだ。あ、お姉さん起きてるじゃないっすか。朝早いね。けど多分ね、ルーシーたちは寝てるんじゃないか、これ。入ることできるんかな？多分無理だろう。あ、あれ？ああ！早っ！え、早っ！早いっすね。けどまあ普通か。6時半ぐらいに起きてるんだったら。え、これいける？ああ！マジ？嘘！待って、運悪すぎない俺。あかん、あかん、あかん。ちょっと待って。あかん、あかん。マジかー。マジかー。ルーシー、マジかー。俺もうプリシラに乗り換えるぞ。もうプリシラに乗り換えていいっすか。マジかよ。ってことで、ちょっとなんとも言えない結果になってしまったんですが。まあ今回ね、見てもらったらわかる通り。告白ね、結構難しいので、成功するかどうか運ゲなんで、ぜひね、皆さんも気をつけてください。いや、一回で成功する人はするんだろうけど、これ失敗するんだね。コメント欄とかでもめっちゃ来てたからさ、このゲーム告白はめちゃくちゃ失敗しますよみたいな、そういったコメントで溢れてたんで、いや、夢を見すぎてましたね。まあ、僕の運が悪いっていうのもあるんでしょうが、ちょっとこれはショックだな。
はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。